になったらバナナとねミョウヨウバナナの中メゾヤリキだよ。誰かがどこかで楽しそうに笑う、それに合わせればみんなキーボーダンシング。誰かがどこかで涙流してる、そんな時は集まろう。と一緒にいたんだからもういいじゃない。でも今日は午後から一緒にテレビ見ようって言ってたんだもん。私今日わざわざ仕事を休んできたのよ。たまには恋人同士二人っきりにさせてくれても罰は当たらないんじゃない。何は恋人だよ、いつもツンツンして冷たくしてるくせに。まあね、でも冷たくしてもドンキは私が好きなの。なんだよそれ、嫌な女は。オイラは親友だよ、相棒なんだ。オイラの方が好きに決まってんじゃん。やりやりバナペコだな。ねえ、キャンディよりオイラと一緒のが楽しいよね。それははっきり言ってやってちょうだい。私と一緒にいる方がずっと楽しいって。それはなんていうか。ドンキー何をしとるんじゃ。わしのうちに来いと昨日言っといたじゃろ、忘れたのか。はよ来い。クランキー助かった。あ、いや、ほらクランキーが助けを呼んでるから行かなきゃって意味だよ。ほっじゃ。私は大事な恋人、オイラだって大事な親友だぞ。でも彼は私を選ぶわ。食べ物で釣ろうとしてんだろ、そんなのずるいよ。デザートは私の甘いキス。キスなんかよりテレビの方がいいに決まってるじゃん。そんなことない。絶対そうだね。あなたって頑固ね。男は男同士が一番さ。私といる方が楽しいはず。おー、一体何回同じこと言わせるつもりだよ。ドンキーはオイラといたいのよ。二人の邪魔しないで。ドンキーはオイラといたいのよ。へっ、そりゃないね。へへ。ドンキーはオイラといたいのよ。私よ。オイラさ。私よ。ドンキーはオイラといたいのよ。へっ、ずっと言ってれば。ふん。何かないか、クランプ将軍。何かって何でしょう、クロール様。お前は将軍だ。将軍というのは計画を立てるのが仕事だろう。軍隊を動かす計画、つまり作戦だ。何かいい作戦はないか、クランプ。じゃあ何の。クリスタルココナッツを奪うための作戦に決まってるだろうが。たく誰がお前なんかを将軍にしたんだ。それはあなたです。は、わかりました。さすがクルール様、作戦なしに敵地に乗り込んだりすればあっさりやられるのがうちですもんね。もう何回やられたことか。何落ち込んでんだ、早く作戦を説明しろ。ないとは言わせんぞ。ないんであります。怒ってます。まずは敵の様子を見に行ってこい。サルどもが今何をしているかスパイしてくるのだ。スパイ。いや、スパイは成功のもとですよね。行ってきます。あー、つまんねえ。これ見ろ、タルスイッチが壊れて仕掛けが動かぬのじゃ。僕にやらしてみて。
これ壊れてるよ。今そう言ったじゃろ、バネが錆びついて動かんのじゃよ。それじゃ困るじゃん。困っとるわ。まずいことに2つも壊れとるんじゃ。仕掛けが動かんことがクルールにバレたらどうなると思う。きっとクリスタルココナッツを奪いに来るだろうね。分かった、僕が見張りをするよ。ん、あ、その前に家に帰ってもいい？キャンディーに用事ができたって言わなきゃ。いいでしょ。ダメダメ、そんな暇ないわ。早いとこ新しいタルスイッチを買ってきてほしいんだ。ああ、タル工場から。今日は土曜日じゃ、昼までに行かんと工場が閉まるぞ。分かった、急いで買ってくるよ。クルールはいつ来るかわからん。道草来なよ。なんとなく嫌な予感がするの。あ、キャンディー！うわあ！後で私の家に来てくれるわよね。え？お昼を作って待ってるわ。でも二人っきりでお食事なんてロマンチックだと思わない？思うけど僕は。何？私と二人っきりじゃいよ。まさか、君と二人っきりなんて最高だよ。そう、じゃあ後でね。でも待ってるわ。ああ、困ったぞ。ディディに何て言えばいいんだろう。ディディはいいやつだもん、分かってくれるよね。やっはだけ。あ、ディディ、あっと、今日どうするか決めた？ああ、実はたった今そのことでキャンディとも話したんだけど。午後はオイラと一緒にテレビを見るって？いや、そうじゃなくて。オイラと一緒にいるのもう飽きたの？そんなことないよ、君といると楽しいもん。そう言ってくれると思ってたよ。そんじゃ先に家に帰っておやつ用意しとくやん。え、じゃねん。ますます困ったぞ。あ、そうだ、急がなくちゃ。ブラスター、間に合ってよかった。間に合ったって何が？タルスイッチが2ついるんで作ってよ。やだね、僕は帰る。待って、作ってくれないと困るんだよ、ね、助けると思って2つ作って。助けるんだ？こっちが助けてほしいよ。君のガールフレンドのあのわがまま女が工場を休んだおかげで僕は朝から働きっぱなしだ。一人で機械を動かしてもうヨレヨレのヘトヘトさ。ずっとスイッチを押してたから指が筋肉痛だよ。ねえ頼むよ、たった2つでいいんだから。いくら頼んでも嫌だよ。今日の仕事はもう終わったの。僕はもう仕事する気はないからね。タルスイッチが欲しけりゃ月曜にまた来な。月曜？さあ、明後日だよ、明後日。明後日また来てキャンディーに作ってもらえばいいだろ。ほな、さいなら。そんな、それじゃ遅すぎるよ。帰ってお風呂に入ろっと。途中でキャンディーたちに会わなきゃ間に合ってたのに。どうしよう、困ったぞ。クランキーベースの仕掛けが壊れてることを知ったらクルールが襲ってきちゃう。やっと作戦を思いついたぞ。何かいい方法を考えなきゃ。クランキーがいつも言ってるもんね。困ったとき頭を使え、頭を。頭使わないで頭打っちゃった。中に入れたぞ、ラッキー。こうなったら自分でタルスイッチを作っちゃおう。キャンディーが作ってるのいつも見てるもねーだ。次は確かこれだったかな。やったね、うまくいった。あとは機械が勝手にやってくれるから、この間にキャンディーたちに会ってこよう。今日はよくこけるな。皆の者、今日は今までで最大の攻撃をぶちかます。そう、今日こそあの忌々しいアホザルどもからクリスタルココナッツを奪い、この俺様が島の支配者となるのだ。はあ、そううまくいきますかね。この無礼の奴らに作戦を説明し、
まず前衛の A 部隊が偵察に行き、その間に後衛の B 部隊が敵に気づかれぬようこっそりと敵陣の背後に。簡単でいいんだよ、簡単で。皆さんこれより出撃します。何かご質問は？ないの？あ、ロキよかった、やっぱり来てくれたのね。来るには来たけど、すぐ帰んなきゃ。12種類もお料理作ったのに。12種類も？バナナサラダにバナナスープでしょ、バナナサンドイッチにバナナステーキ、あとバナナフライ。塩は？え、僕しょっぱいのが好きなの。だから？家から取ってくるよ。待って、ディディ怒ってっかな。一応戻ってきたんだけど、またすぐに出かけなきゃいけないんだ。でももうすぐ楽しみにしてた番組が始まっちゃうよ。一緒に見ようって約束したのに見ないの？あ、おやつある？忘れた。テレビ見ながらバナナチップ食べたくない？そりゃ。じゃあ急いで買ってくるよ。でもキャンディ怒ってるかな。キャンディ持ってきたよ。持ってきたって何を？ん？あ、バナナチップ。あ、そう、バナナチップ。まだ足りないって言うの？12種類もお料理作ったのに。あ、ほら、よく言うじゃない。ごちそうのお供にバナナチップって。聞いたことない。あなた、お塩を取りに行ったんじゃなかったの？あ、忘れてたよ。取ってくる。待ってよ、ドンキー。おかえり、ドンキー。もうテレビ始まっちゃってるよ。バナナチップは？え？間違いだ！あ、違えた！あーも、あーもかぶった！あーもやった！作りすぎちゃったみたい。困ったぞ、こんなにたくさんどうやって持ってこう。困った時は頭を使うんだよね。あ、そうか、ロケット便に乗せて送っちゃえばいいんだ。まず届け先をクランキーの家にしてと、あとは発射スイッチを押すだけでいいんだよね。確か赤色のあったどはかどだうか。僕ってなんでこんなにおバカさ。ドンキのやつ一体どこで油を売ってるんじゃ。もう待ちくたびれたわ。ちょっと、それオイラのセリフだよ。親友のオイラホッポって一体何やってんだろう。午後は一緒にテレビを見ようって約束してたのに。テレビを見る？ちょっと、ドンキはどこ行っちゃったの？ガールフレンドの私をほっぽって一体何してんのかしら。食事の約束してたのに。食事？テレビ？テレビ？食事？何それ、何それ、何なのよ。なんだよ、黙れ。そんなつまらん言い争いは後にしろ。スイッチを買ってこいと言うたのに、あやつは自分が樽に入って身動きが取れなくなっとるわ。約束を破った罰よ、いい君。ざまみろだよね、バカだね。そんなのんきなことを言っとる場合か。仕掛けが壊れとることを知ったらクルールたちが攻撃してくるぞ。いいか、二人とも、わしは工場に行って様子を見てくる。留守番を頼んだぞ。ホログラムになるとこ初めて見たね、かっこいい。クルール狙い、クルールハンタム、クルール狙い、クルールハンタム、高校ナイト、うまい。止まれ諸君、作戦は頭に入ってるだろうな。完璧であります、クルール様。それなら結構。休憩終わり。
クルール偉い、クルールハンサム、コーコナッツを奪え。大声で言うな、バカダミ。敵に聞かれたら作戦がパーだろうが。バナペコで力が出ないや、はあ、バナナ食べたいな。呆れたやつじゃ、バナナのことしか考えられんのか。フランキー、助けに来てくれたの。助けることはできん、わしは今ホログラムだからの。そっか、会いに来てくれただけでも嬉しいよ。困った時は頭を使えといつも言うとるじゃろうが。くよくよしとらんでそこから出る方法を考えんか。クランキー遅いね、何かあったのかも。何？何じゃないったら。あの声や。やば。クルールだわ。ねえどうしよう。ひらめいた。留守番お願いね。ちょっとどこ行くのよ。こっから出るなんて無理だよ。そうだ、代わりにロケット瓶の発射スイッチを押して。それができりゃどうにお前を助けたのは。何をやっとるんじゃ。デリー、赤いスイッチを押して。デリーと言うたのに。クルールたちが来たんだよ。なんじゃと、早くそれを言わんか。キャンディーが危ないよ、早く帰ろう。キャンディーが早く助けに行かなきゃ。わしらは先に帰っとるから、後から来い。行くぞリリー。うわ、早く来てる。でもこれどうやったら出られるの。頭使え、頭を。ありがとう。仕掛けが壊れているというのは本当だろうな。は、本当であります。だったら恐れるものは何もない。さあ諸君、張り切って更新しましょう。どうしよう、うまくいくといいけど。戦争映画の音なんかであいつら騙されてくれるかしら。バカだから大丈夫かも。なあクランプ、やっぱりノックしてから入るべきかな。攻撃してきた、逃げましょう。絶対やっぱりバカだった。なんだこの樽の山は。ブラシタ、戻ってきたの。なんだか嫌な予感がして戻ってきてみれば、やっぱりこのありさまだ。ところでお前、なんで樽の中なんかに入ってるんだ。外に出られないんだよ、お願い出して。何、外に出られない。ああ、バナペコで勝手に機械に触った罰だね。反省って知ってる。月曜までそこでゆっくり反省していたまえ。じゃあ助けてくれないの。助けるとも月曜にね。頭使えドンキ、頭を。そうだ、あっそう、助けてくれないならそれでもいいよ。でもそしたら君もタルスイッチのお金払ってもらえなくなるよ。何、こんなにたくさん作っておいて代金を踏み倒す気か。だって注文したのはクランキーだもん。クランキー言ってたよ、今日中に家に届かなかったらお金払わないって。それじゃ困るべよ。それじゃ勝ち目はありませんよ。猿たちがこんなに武器を持ってたとは。これからどうすりゃいいんだ。クリッターたちは一斉に逃げていきおったし。諦めて帰りましょう。危ない、気をつけて。そんなとこにいたら弾が当たっちゃうよ。リリー、どこ行ってたのよ。レコードの音で脅かすとはなかなか考えたの。あいつらあっさり騙されてくれたわ。あら、なんだこの女さんの声は。そうか、これはレコードだな。チキショウヨクも騙しやがって。そうと分かれば容赦せんぞ。サルダも覚悟しろ。対抗して豚の鳴き真似でもします。するな、マルギ。それより攻撃しろ、攻撃。あ、もうダメ、もうおしまいだ。ロケットだ。もうその手は食わないもんね。今度は本物です。こっちに行きます。絶対絶対タッチイッチが届いたぞ。もう安心じゃ。ちょうどいいとこに降ってきたね。でもドンキが帰ってこないわ。ドンキーも降ってきた。よっ。それ。ありがとう。はい、
早く新しいタルスイッチを試してみてくれ。任せてクランキー。ドンキーが帰ってきたぞ。皆さん突撃。そっちじゃない、あっちだ。命令ばっかりしてないでお前が突撃しろ。それは嫌であります。行けクラッシャー。俺も飛んでていいんですか。やったね。俺も飛ぶの。さすが私のボーイフレンドだわ。やったねドンキー。さすがオイラの親友だけあるよ。頭使ったおかげだよ。タルスイッチを買ってきてくれたのは良かったんじゃが、2つと言ったはずじゃ。なんでこんなにたくさん。ああ思い出した、ブラスターが請求書くれたよ。ギャー、月曜に払ってって。ある日、島のみんなに届いた手紙。それは3人以上が読むと島が沈んでしまうという呪いの手紙だった。ドンキーはみんなから回収しようとするが思うようにいかない。おまけに呪いを解くための本をポリーロジャーに取られちゃった。島が沈んだらどうすんの。